はい、こんにちは、ビッグボーイです。では今回もメトロエクソダスの追加ストーリー2人の大佐続きやっていきます。これは本編から3ヶ月前のお話。ノボシビルスクの人々は緑のやつのおかげで割と平穏な生活を保っていたんだけど、それがついに尽きてしまって、でその辺の多分噂かなんかが市民にも知れ渡って、でいよいよボートがというか、市民がボート化したのかもしれないけど、ボートとの戦闘になっちゃってると。だからボートと戦おう。この辺はあれ、これ本編で手に入れてるアタッチメントかな。 OK、 75発入る。大容量マガジン、ドラムマガジンみたいな。グリーンレーザー、 OK、 ガッチガチにしていこう。ヘビーグリップ、ダブルバレル、すべていいものにしておけば問題ない。で、弾も大丈夫、 OK。 じゃあ行こうか。わあ、グロい。祈ってる。大佐です。セラナ、あの時は申し訳ない。あなたに選択肢がないのは分かっていました。ああ言わなければ奴らは全部見つけても信じはしなかったでしょう。そんなことだ。私にもお前にもどうしようもなかった、ペトロビッチ。幸運を祈ってるよ。列車で会おう。はい。あそこでもう片方の選択肢を選んでいたらどうなったんだろう。おさっとするな、守備に回れ。戦闘か。あ、やってんね。ゲイ。投げ物がないか。うわー、結構来てる。おー、というか弾が全然ないぞこれ。節約してこっか。うわ、こういうやつらから死体から弾を回収していこう。いくらドラムマガジンでも。敵はそんな固くないな。回収していこう。そんなに持ってないかな。あった。ああ、これは武器か。今解体したってしゃあないし。列車内部で今は本当にヘッドライトとかがないみたいだね。
注意、起爆装置は任せろ。援護を頼む。エサ。ちょっと感動を上げておこう。OK。狭い通路が嫌だな。あ、来た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 。補給だ。OK。おお、あー、戦車。めっちゃ来てるね。どどどどど。もっと援護。まだ来てるんだよ。ダメだ、アサルトライフルじゃないと。進めねえ。いけるか。これだ。死体が飛んできた。あ、焼け焦げてる。こっちも焼け焦げてる。わわわわわ。なんとかボートは食い止めたか。司令部、こちらフレーム2国。司令部だ。不発のものがありました。シビルスカイまで下がれ。そこで食い止めろ。お前たちだけが頼りだ。了解、通信終了。大丈夫。おわ、どっ、とっとっと。あー、あれ、あれ敵だね。まだ真正面から来てんのか。いや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 。お、解放者。燃料切れだ、交代する。燃料切れ。おお、やれやれ。ああ、来てる。ここなら弾を無限補給できるんだ。よし、あの上にいるのは敵か。おい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 、待て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 、燃やされてる燃やされてる。下がろう下がろう。
わ、なにこれ。弾。ここで食い止めるぞ。最後の一人になるまで戦え。援軍はない。やるかやられるかだ。正面か。ショットがあんまり役に立たないな。遠距離じゃ。客車の上からも来てんの。おーい。あ、かってえやついるじゃん。待て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 。グレネードとかは一切ないんだよね。あ、かってえ。うわ、ミサイルミサイル。シェルターに入れた。入れたけど吸っちゃったよガス。おお。お？作戦成功。すべて片付けた。脱出準備を。すでに脱出したとはどういうことだ。どういうつもりだ。脱出の援護をしている。脱出だと。貴様がみんな殺したじゃないか。兵士も市民ももう誰も残っていない。すらば緑のやつは首脳陣の分しかないんだ。他の者はどうしようもない。ガスは楽にしてやるために使った。貴様は知っていた。最初から全部知ってたんだ、このクソ野郎。他に選択肢が。それをどうしたというんだ。奴は大きな過ちを犯した。ペトロブ、ペトロブ、奴らは我々を置いて逃げた。今すぐセリオガにつなげ。なんだと。死んだセリオが。息子よ。よし、ガンロッカーに RPG がある。それを持って旧交差点に急げ。奴らを吹き飛ばすんだ。行け。で、この後はどうするんだ。知るか。もううんざりだ。さらばだ、すれば。
父さん、通りおじさんはそんな自殺したの？どうして？見るな。命令に背いてごめんなさい。駅で打ち合いがあってものすごく静かになったのに、父さんは帰ってこなかった。心配できたんだ。いいか、前に話したよな、誰に真実を伝えるべきか見定めろと。あれは忘れるんだ。私たちが決めることじゃなかった。騙された方が自分のためだなんて、そんなことは決してない。だから東野は死んだんだ。うん、分かったよ。よし、さて家に帰ろう。キリル、こちらミラーだ。バンカーの入り口に着いた。了解です、大佐。中に入ると連絡が取れなくなります。気をつけてください。了解だ、キリル。ミラー、通信終了。ちょ待てよ。おい、そうでしょ、そんなところでフリーズする。そうでしょ。了解だ、キリル。ミラー、通信終了。ファイン、こちらアルダ、応答せよ。アルダ、こちらファイン、聞こえます、どうぞ。一等兵、バンカーのドアに来た。中に入ると通信ができなくなる。どれだけかかるかわからん。次の通信はいつだ？正午、ちょうどです。バッテリーは？充電はあります。ドアは？施錠済みです。レバーも食べてます。スライムも焼いてます。それと汚染された壁には絶対に近づかないよ。父さんメモを残してたよね。それを読み上げてるんだ。いいぞ、読めばやることが覚えられる。以上だ、パイン。通信を終える。了解、通信終了。パイン、応答せよ。こちらパイン、どうぞ。愛しているよ、心の底からな。僕も愛してるよ。あとレバーも食べるんだぞ、必ずな。通信終了。コードネームで呼び合ってんのかな。